はい、それではお待たせしました、準備ができましたので始めていきたいと思います。はい、今日は3月の22日、ヤタガラス大会始めていきます。よろしくお願いします。はい、今日は、ちょっと少ない6名でやっていきたいと思います。で、はい、今日は、3対3のリーグ戦となってます。じゃあちょっと ABAB と順番にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、今日も、バッチがございますので、今日は、まあ、1人、まあ、全部で11個あるんで1人2個もらっていけばいいかな、西郎やと、うん、そうですね、1人2個もらってくださいということで、最初はヤタガラス練習生さんと、僕ですね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ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 、僕 1P で、あとこれこの中から2個引いてください。2個、はい、はい、エイジャとアズール、新キャラ。じゃあ僕ちょっと出るんで、はい、やったからその知識全然ないんですけど、じゃあ喋りたがりということでちょっと喋らせていただきたいと思います。1P 側に座るのが、どっちが 1P だったっけ、これこっち 1P 側に座るのが、ヤタガラス練習生さんのクローで、2P 側に座るのが、YSK さんのゴタロウ、クロウゴタロウ、なんかゴタロウ使いがぼやいてたんですけど、なんかゴタロウのセットプレー全部なんかクロウの勝利で返せるとかなんか言ってたんで、これはまあ互いにとって非常に面倒くさい組み合わせになるんじゃないかなと思います。あ、マイク遠いですか、マイク遠かったですか、もうちょっと近いところで、あ、わかりません、もうちょっと大きな声で喋りたいと思います。俺の声が聞こえますか、まあ、ことの、まあ、ここにいる人たちに言っても、まあ、みんな分かってると思うんですけど、いかにセットプレーに押し込むかというキャラクターで、一方クローは、まあ、昇竜拳が非常に優秀な性能を持っているので、まあ、そこら辺の噛み合っぷりが互いに面倒くさいんじゃないかなと個人的には思います。さあ1戦目、まあヤタガラスですから最初はじりじりとした立ち回り、すいません、ハウリングしちゃいました、立ち回りになると思いますが、ブロッキング取って置き攻めに行くが、突進ブロッキングはできず勝利で切り返す、また立ち回りに戻って、ダイレクは若干小太郎有利だが、対空取られて、これはもういつまくるかわからない、ジャンギシーから駒だけちょっと遠かった、ちょっとハーリングしますね、これは、すいません、ちょっとマーク、おっと、6D 昇竜はガードしていた、引き詰めをちょっと警戒していて、駒投げ EX、6D からちゃんとできている、ともいまよどる、なんだか幕だったから。スマコ1、そう、勝利で返せるところを、さーて差し返しの形になって取ったのが、ヤタガラス練習生さんの黒、1ラウンド目取りまして、ちゃんと今回は2ラウンド制になっているさてとこの突進ブロられたら飲む意味もない、ブロッキングしたいところだが、ブロッキングを意識するとこの駒投げが通るという非常にいやらしい立ち回りを、コトロ可能となっています。これ裏なのか恐ろしい、はい、おぼろで降りて勝利で返せ、体育ちょっと遅かったか、ブロッキング、おっとちゃんとスマホを入れて無射撃近づいて、ガークラが近いが飛ぼうとしたのか引っかかってしまって、YSK さんが取り返す、最終ラウンド、ゲージ状況高木5分いい勝負、高木バックしてから突進でぐちゃぐちゃしていって、勝利でぐちゃぐちゃしていって、お前が突っ込むなら俺は勝利するぞと、だからまた突進から突破させて、その、竜巻の隙に、コンボを差し込んで勝利で返して、おっとジャンプから、スパコン入れて、クナイ波動ブロッキング取っていて、スパコン入れずにコマ投げで、これお亡くなりから突進で勝ったのが YSK さんのコタロー、お疲れ様でした。
多分本当ですか。多分ね、ああいい。多分このスピーカーが邪魔だと思う。じゃあ次、天宮さんとイグアナさんでお願いします。あ、こっちワンピーでしたね。じゃあ、2個ずつもらってってください。まず天宮さんが、あ、なんですか、なんですか、あ、いや、いいですよ、あ、戻さなくていいですよ。キャラなんですか、あ、小太郎。小太郎と主人公と、チャダとジュズマル、渋い渋いバッチが。イグアナさんは、いつも大会来られてる方ですが、天宮さんって萌えジャス勢のですよね。ですよね。さあ、天宮さんのハントリハンゾーとイグアナさんの、黒術ですね。さあ、うまい具合に差し返している。さあ、中足でダメージを稼いで、早くも4割。さあ、ここしっかり、はいはいはいと足払いから投げられている。さらに投げ、さあ立ち回り戻って、飛びが通るか、コンボにはいけない。目の前から投げ、中足、さあ、お互い空振って、最後はあれは何だ、前入れかな。さあ、まずは、天宮さんが1本ですね。お互いまだゲージを使っていない状態なのでマックスになっている。 EX から足払い、さあリープはしっかり、さあ、ここはしっかり確認している。一本吐いて、さあ、ここしっかりヒット確認やり返していく。さあ、振ったから足払い、リープガードしてるか。さあ、画面端で体力差がきつい、削っていく。さあ、イグアナさん、これで1本取り返して最終ラウンド、ゲージをほぼ5分。さあ、投げのスカリー一発。さあ、しっかり刺している。あ、いぬちから、さあ、飛びが通るが届かない。裏に回ったところにコパ一発。さあ、じりじりとした戦い。さあ、しっかり確認して消費決めて、さあ、ここは距離離す。さあ、やり返していく。中足じゃねえ、リープからポンポンと、イグアナさんの勝利ですね。おめでとうございます。じゃあ次は、じゃあ、ヤタガラス練習生さんと人血石さん、小姫よろしく、人血石さん、じゃあ2個取ってください。ひなと黒、じゃあじゃんけんをお願いします。ちなみにどうしましょう、まあ、1対1で並んだらもう一周しましょうか。で、あと秋名さんが2個引いてないんでもらってってください。
ヒナとジェットで、俺が最後ラス1なんだっけ、半蔵天宮さん、よかったら半蔵と交換しませんか。僕、小太郎と取れの成立、あざす。さあ、試合の方は、黒と、またも出てくる黒術、今日、まあ、6人で少ないですけど、黒術だけが唯一、2人と。さあ、ここは入れ込んでるが当たってる。最後足払い。さあ、まずは練習戦さんが1本。さあ、第2ラウンド、トビが通る、投げ。さあ、前足から勝利。さあ、ここは投げを誘ったが投げられている。ここはガード。さあ、引っかかってしっかり確認。さあ、にしゃがみ強パンが強かったか。さあ、これで1本取り返していく。さあ、おっと使って押し。さあ、ここは出なかった押し。再びさあ、ジュズマルなんかリープがすごい強いみたいですね、他のキャラに比べて。最後差し返して、人欠席さん勝利。じゃあ続いて、じゃあ天宮さんとアキナさんでお願いします。さあ、半蔵とヒナ。そうですね、まあヒナかなり強いと言われてますが、まあ、前回も、まあ、AK さんのヒナ準優勝だったので、あ、そうか、でも1回目の大会もイップさんのヒナが優勝してるんで、まあ、やっぱキャラパワーかなりあると。中段投げ、中段ブロって、ここは中足から長飛まで入れて、再び中足が通る。まず天宮さんが1本ホットケーキ焼きながら大会見てたらケーキ真っ黒になった。白熱する大会が続いてますが、さあ、望月はジャンプで飛んでる、フッダイをしっかりブロっている。下段から望月、さあ、ガークラが点滅している。中足から勝利、投げ抜けて2。さあ、2C から望月、さあ、これで1対1。さあ、最終ラウンド、ゲージ状況的にはアキナさんが有利か。中足投げ、西。さあ、これでまたヒナの時間が始まる。とりあえずバックス。さあ、画面端で逃げたが、さあ、ブロっていたが、最後はブロってミスって、アキナさんの勝利。
じゃあ僕と新血石さん、弱い僕がなんでマイク握ってるかというと、やたがらずで自称の一夫さんがなぜか今日はいないからなんですね。なんでいないんだろう。多分来週ネシカランダム大会があるからそれに対策してるんだろうなって。小太郎、術丸、術丸も一応勝利権持ってはいるんですけど、発生、EX 版でない限り無敵が発生まで続かないのと、だいぶ低いところで初段が発生してそこで無敵が切れちゃうんで、安定して抜けられるかというとちょっと分かんないです。まあいかに押し込むかというところで、ブロッキングをうまく取って、そうジャンプからフルコン入るんで突進のしすぎも、対岸したいところで、ブロッキング取って切り返したがそっち側に投げてしまった。勝利権で切り返してテクンプで拾います。なぜか拾える減る、どう竜巻で切り返してブロッキング取ったが何もしてず、ブロッキングから切り返して駒投げが高い、好きな使い合って駒投げから、はい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 、拾ってセットプレーに行くか、行けずにちょっと削り圏内ではあるが、高いにちょっと攻めあぐねると思ったら、EX 分配で削って人形関さんが1ラウンド取る。続く第2ラウンドでゲージ状況は、小太郎側にだいぶ分がありますが、ISK さんはスターズギフトの方を強化してないので、セットプレーというよりもダメージ重視の立ち回りというかプレイングをしてくるでしょうか。ブロッキング取って、確定の投げを通してブロッキング取っていた、空中戦無理やり空中戦に追い込んで EX ブンプから結構減るんです。これ投げて置き攻めはナイスで小物投げだったか、これは突進からスーパーコンボ入れて区内じきじきにネチネチ行く立ち回りに戻るからの突進からの区内、区内か突進かどっち警戒してもどっちかしなきゃいけないが、あーテクンペでなかったが飛んで逃げていた。これはライクル星で全部台無しにしていって取ったのは人形石さん、おめでとうございます。はい、じゃあこれで A ブロックは、人形石さんが決勝進出と、で B ブロック最後はイグアナさん、アキナさん、はい、こちらもお互い、一勝同士なので、これ勝った方が B ブロックの決勝覇者と。さあ見ていきましょう、クロジュズ対ヒナ、ファーストアタックはアキナさんのヒナ、さあ強い技をばらまいて、さあばらまいていく、何もさせない、さあ相手の飛びはしっかり西入れ落とす、まるでバイソンのような動き、まずはアキラさん、さあ第2ラウンドブロって投げ、こしからここ暴れていく、コーパンから投げ、中段はブロっている、ブロって投げ、5番さあ固めが続く、ここ暴れていくガードしてる、ガークラ最後はスラで、アキナさんがこれで、決勝戦に駒を進めると。じゃあ最後の試合、人血石さん、アキナさんお願いします。さあ決勝戦、ヒナ対クロジュズ、
ファーストアタックはヒナ、さあお互い距離が詰まったところで投げ抜け、さあ裏から投げは抜ける、スプロッテルがちょっと早かった、はいはいはいと、さあブロカウンター、さあ体力的にはヒナがだいぶ有利だが、ジュズマルのポテンシャルを持ってすれば全然ある、さあブロカウンターこれは痛い、最後ゲージ入払って、アキラさんがまず1本、さあ第2ラウンド、ポンポンポン、さあ投げられてる、さあここは甘で出なかったか、プロカウンター、投げの隙にきついお仕置き、さあということで今日の優勝はアキナさんとなりました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあメインキャラならこんなもんですわ。はい、ありがとうございます。ということで、今月のヤタガラスは今日で、これで最後ですね。来月もまた、どっか空いてるところにまあ入れて、まあ、2回ぐらいやろうかなと思ってます。よろしくお願いします。で、またバッチも開発のシザさんにもらおうと思ってますので、それ目当てでもよろしいのでよかったら来てください。でまたこの手前の台は、のじ合い開放して、また録画して後であげようと思いますのでよろしくお願いします。それでは皆様お疲れ様でした。